こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。金田一少年の事件簿、金田一37歳の事件簿の感想動画シリーズ、今回ピックアップする事件はこちらです。亡霊校舎ですね。金田一少年の事件簿リターンズになって2つ目の事件となります。ここで久しぶりに高藤陽一登場です。では順に見ていきましょう。はい、ではまず亡霊校舎の事件の作品のあらすじからいきましょうか。みゆきちゃんが金田一くんに見せたのはミステリー研究会の先輩からもらってきた廃墟探索ツアーのチラシだったんですね。そこに書かれていたのは失われた近海200キロの存在でした。伊豆の軍艦島のお宝に興味が湧いた金田一くんはみゆきちゃんと一緒にツアーに参加する決意をするんですが、上陸した島でなんと意外な2人と再会することになりました。亡霊校舎の事件の犯人の呼び名は亡霊教頭っていうんですね。なんと高藤陽一が指示を送っていたようなんです。徐々に明らかになっていくのは島にあった小金島中学校の教頭を務めていた結城玄翔という人物の存在でした。彼は宝目当てに島に残り続けていたんでしょうか、それとも何か目的があったんでしょうか。さあ続いては事件の主なポイントを振り返ってみましょう。金田一くんたちが島までの船で出会ったのは廃墟探索部のメンバーなんですね。大学のサークルでしょうか。彼らやトレジャーハンターの巴宗十郎らは黄金を目指す一方で、謎の心霊研究家久引友郎はこの島の亡霊に興味を持っていたようなんですね。島には先に剣持のおっさんと明智刑事がいました。言っちゃいましたけどね。でもメンバーには公務員と名乗っていて、事件が起こるまでは刑事だと明かしていなかったんですよ。その理由に関しては事件の途中で判明していきます。ではポイントを3つ挙げてみますね。ポイント1、全員アリバイある状況での事件。第1の事件は機上の荷物の中に教頭を名乗る人物からの手紙が入っていたことから始まります。そして第1の事件の謎は全員に完璧なアリバイがありながら赤熊との通信の最中に事件が発生したっていうことなんですね。校舎の建物はとにかく不思議な構造、人が使っていなかった廃墟ということもあってか、あちこち崩れていたりとか床がもろかったりしたんですね。なので全員に見取り図が配布されて、それを頼りに行動することになっていました。この複雑な建物の構造が後の複数の事件、まあ詳しく言ってしまうと第1の事件と第3の事件かなっていうあたりのポイントになってくるんです。しかも通れない道の代わりに教室を迂回するっていうのがポイントなんですね。迂回するには教室を出て入るっていうアクションが必要になるんですけど、それがどう関係してくるのか。第一の事件が起ころうとしていた頃、明智刑事から明かされたのは剣持のおっさんと2人で島を訪れた理由だったんです。なんと明智刑事のデスク宛てに突根マリオという人物を名乗る4日後の消印の届け物が。突根といえばね、高藤陽一が魔術列車の事件で使っていた偽名でしたよね。しかも小包の中には一輪のバラと小金島に関する新聞記事のスクラップがありました。まあ送られたのはそれだけだったんで、脅迫状とかそういう類ではありませんでしたね。明智刑事と剣持のおっさんが立場を明かして捜査だと説明した瞬間、あからさまに顔色を変えたメンバーがあの中に2人いたんですね。その2人と第一の事件の被害者がある出来事に関わっていたっていうことになるんですね。第一の事件の現場は音楽室でした。でもその隣の音楽準備室の扉からは中に入れず、脇に開いていた穴からはボロボロの室内が見えたのに。特に第一の事件のポイントとしては校舎の見取り図、これに尽きるんですね。どの位置にどの部屋があってっていう平面的な捉え方と、1階がこれで2階がこれでっていう立体的な捉え方、この2つの面での見取り図の捉え方がうまくいけば事件解決がより早く進むかもしれません。事件の全体というかね、特に第一の事件のポイントになるのが建物の構造そのものを疑えっていうことだと私は考えています。その点ではね、少しだけ獄門塾、あれのトリックと似ているのかなって思うんですけど、この事件の場合は舞台になった校舎は一つだけです。間違いなく一つだけ。その一つの建物の中で常識を疑えっていうことでしょうかね。みゆきちゃんのビーズのアクセサリーがバラバラになってしまったシーンがどんな風に描かれたかっていうのも、まあ重要なポイントの一つと言えるんじゃないでしょうか。ポイント2、全部の指示がバラバラの手紙。島からのね、脱出手段。
島からの脱出手段が断たれて、多くのメンバーが一緒にまとまって過ごしましょうっていう動きになった中で、その途中で第二の事件が起こるんですね。しかもそのあたりで犯人と高藤が予想通りの展開ですって連絡し合っていたんです。だから誰かが脱出手段のことを話して、それを犯人がね退路を断つみたいなことも、そういう展開も織り込み済みだったっていうふうに考えられないでしょうか。第二の事件のきっかけなんですけど、メンバーに配られた米粒大の金と何々の部屋に来てほしいっていう手紙だったんです。でも直後にこの手紙で指示された行き先が全員バラバラだったことが判明したんですね。犯人は何がしたかったんでしょうか。そんな思いを抱えたまま金田一くんたちはすでに起こってしまった第二の事件の現場に出くわすことになりました。ポイントは第二の事件が起こる直前にそれぞれがバラバラの部屋を指定された中で、第二の事件の被害者はどこに向かおうとしていたのかっていうことです。言い換えるならば、第二の事件の被害者がどんな認識だったのか、そういう表現でもいいかもしれないですね。ポイント3、廃墟の見取り図。第三の事件のポイントは第一の事件と第二の事件のポイントをそれぞれ重ね合わせたようにも私は感じました。具体的にはね、見取り図に関することで認識のズレを犯人が狙った感じとでも言いましょうかね。ただその犯人の行動が後に物的証拠を残すことになってしまいます。第3の事件の謎は金田一くんがお茶をこぼしたことで解決しました。なぜお茶をこぼして事件の真相に近づけたのか、それは本編を読んでみてください。さて今回の事件のキーパーソンを一人ご紹介しますね。亡霊校舎の事件キーパーソン誰がいいかなと思って、私はこの人を挙げてみたいと思います。それが赤熊たけし、彼ですね。改めて読み返すと、フリーの添乗員だという赤熊に少しだけ違和感を覚えるんですよ。仕事を依頼してきた人物というか会社のことを確認していない一方で、島の港に入ってすぐの位置に簡易トイレがあることを把握していたりだとか、この描写から考えると赤熊自身で前もって島に来ていたんじゃないかっていう推理もできてしまうんですけど、果たしてどうなんでしょうかね。それとも高藤や犯人から送られてきたそういう島全体の地図みたいなものがすごく細かくできていて、もうこの通りに動いてくださいくらいの指示があったのか、どっちなんでしょうね。さあ、亡霊校舎の事件のまとめや感想、残った謎、37歳の事件簿につながりそうな話などをいくつかピックアップしていきます。まずですね、この事件、現実世界で実際に起こったある出来事に似たイメージのものが事件の動機になっているのかなっていうふうに感じました。まあ、具体的にどんな出来事かは言いません。それは真相編を読めば、あ、これのことだなっていうのはお気づきいただけると思うんでね。もちろんね、漫画であってコミックスの注釈にも実際の出来事とは関係ないですよっていう趣旨のことが書いてあるんですけど、初めて読んだ時は妙になんか感情移入してしまったんですよね。なんというか、初期の頃の金田一少年の事件簿の動機とは少し違うなっていう意味ですね。あとは冒頭の不動高校のシーンね、金田一くんがロッカーの中にいた、覗きをしていたシーンで、金田一くんに制裁を与えようとしていた女子生徒の中にユカって呼ばれているキャラクターが一人いたんですね。このユカっていうキャラクターなんですけど、37歳の事件簿でも金田一くんが勤めるオトワブラック PR 社の同僚の女性の中にユカっていう名前のキャラクターがいるんですね。この人は同一人物なのか、それとも別人なのか、金田一くんがブラック PR 社の主任になっても金ダニって呼ばれてたじゃないですか。金ダニって高校生の頃も呼ばれてたあだ名ですよね。まあ、金田一はじめって漢字で書いて縦から読めば金ダニに見えなくもないんで、大人になっても偶然そういう呼ばれ方をしているっていうなら別ですけど、もしかして高校時代の同級生が社会人になってもつながっていたみたいなことがあれば、その金ダニっていうあだ名もね、高校時代から持ち越して呼ばれているのかもしれませんしね。あとは決して無視できないだろうなって思ったのがカフェフクロウですね。ここのマスターがこの事件で登場するんですよ。このカフェとマスターに関しては今後も何度か登場します。
どの事件で登場したかっていうのを確認してみてください。で、まあリターンズ全体の終わりでもいいかな。そこ振り返ってみたときに、あ、そういうことなんだねっていう風になると思います。で、カフェフクロウのマスターも財宝の話は好きみたいな、そんな感じを思わせるんですけど、解釈によってはね、文脈からして財宝の話なのか、それともミステリーの匂いがする話が好きなのか、ちょっとこれどちらにも取れるんじゃないかなって私は感じました。最後にですね、リターンズでの高藤が関わる事件について少しお話ししておきたいと思います。事件の途中で高藤はバラ十字館とかね、その後に出てきた山中の洋館、それと同じように小金中学校も自身にとって大事なピースだって言っていたんですね。このあたり感想動画の傍らでいくつかの事件をまたぐ形で高藤陽一のルーツみたいなのを整理してみたいと思うんですね。この動画からのチャンネル登録が2件以上発生したら、高藤陽一のルーツに関する動画っていうのを編集してアップしてみたいと思います。その際はぜひよろしくお願いします。さて、この事件に限った話ではないんですが、金田一君は明智圭司と似た者同士って表現されることがあるんですね。一方で金田一君と高藤は決して交わることのない平行線のように表現されたりもするんですよ。このあたりを深掘りしてもまた面白いんじゃないでしょうかね。ところで亡霊校舎の事件の真相編ですね、金田一君が謎解きを披露するシーンでは遠隔で高藤が聞いているっていうちょっと珍しいシーンなんですね。今までこういうことありましたかね。高藤が関わる事件で真相編っていうと、誰かに変装して紛れていたとか、そういう事件はありましたけどね、高藤がリモートで聞いてるっていうのはこれだけなんじゃないのかなって、もし他にあったら教えてください。で、小金中学校の廃墟ね、明智圭司も推理する限りでは高藤と同じ気質を持つ誰かが回収に協力したんじゃないか、そんな風なことを言ってるんですね。その同じ気質を持つ誰かっていうのは一体誰のことなんでしょうか。私以前ね、高藤の父親はどんな人物なのかっていう動画を出させていただいて、それが現時点で数千件単位で再生していただいてありがとうございます。そういう動画もありますんでね、概要欄に貼っておければなと思いますんで、そちらもぜひ合わせてご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルは金田一少年の事件簿、金田一37歳の事件簿のコミックス版またはノベルズ版の感想の動画をアップしていきます。作品の本編の引用は基本的になしでトーク中心に進めていきます。金田一シリーズがお好きな皆さん、ぜひチャンネル登録して仲間になってください。次回もよろしくお願いします。